はい、どうもこんにちは、くんです。今クリスマスです。50人クラフトでですね、かなり危険人物として挙げられているこの白熊メロンなんですよ。どういう危険かっていうと、メス囲いが多すぎる。で、本人もなんかメス身を見せるツイートしたりしてるんだよね。で、白熊メロンクリスマスで来たんだよ。でもね、なんか放置してんのよ、ずっと。味噌スープも途中から消えた。あー、これ絶対これ女とやってる。これ多分一番ひどいやつだよ。普通に多分ね、これ、レテンとかね、多分家族の時間みたいな感じで、ね、家族奉仕させられてんだよ、小太郎とかも。今日来ないのって。でも多分、こう、一番悪質だよね。来るだけ来て放置して、その、いた痕跡を作るっていう。あ、出た出た出た。味噌スープだ。もうわざと来てるから、こいつも。この二人。負けた方バンでいいんじゃねえか、これ。メス身帯びてる、この二人。やらせて、やり合わせて。負けた方バンで、行きましょう。通話メスガキ。みそくん、くんさん配信で話題にしてるよ。あーあー、通話中のメスガキから聞いたのか。多分ね、白熊メロンが囲ってるメスガキは、多分、白熊メロンを自分だけのものにしときたいから、あえて知った上で言ってない、これ。白熊メロンのメスガキの囲いの方がまだね、悪質性高い。うん。あの、囲って自分だけのものにして、囲い潰すから、メスガキというのを性質として。よかったな、味噌スープ、白熊、最後に。対処ができて。お前ら対処やったことないだろ、そういえば。もう終わりの鐘が鳴り響いてるぞ。白熊が参加勢じゃなくなればもっと構ってくれるってことか。そういうことだ。俺今日ね、みんなのツイッターのね、リスト作ってるかね、検査したんだよ。みんながね、専用のキッズを、なんかまとめた、こう、リストみたいな。キッズをか見るための、なんか、僕のお気に入りリスナーリストみたいな。で、表立って作ってるのはとりあえず味噌スープだった。味噌スープなんか昔フォローしてた人っていう、あのね、あのグループを持ってた。白熊メロンは、リストにね、お友達になりたい候補っていうので、新しく入ってきた、あの、鈴木姉さんと、あの、かきかまがリストに追加されて保存されてあった。その二人だけ入ってる。で、ネタってことにするために、それにプラスバラク・オバマが追加されてた。ネタってことにしようとしてバラク・オバマ追加してたけど、まあ無駄だね。夏、お前もむ、お前、関係ないだろ。夏はそっちじゃないだろ。大丈夫だよ、夏。夏、心配しないでいいよ、夏さんは。大丈夫。夏さんはこっちだよ。夏さんはこっち。夏さんはこっちだから。大丈夫。リストって何のために作るの？ん？お前は俺の特別だっていう。俺も2016年要注意キッズとかって俺も作ったことあるけど。お前は俺が認知してる特別だ。フォローしてないけど君は特別なフォロワーって言ってる。これ本人から証言が来たね。ゴミ証言来たわ。お守り側か。どっちがどっちだ？お味噌スープ軍か。まあ、俺見守ってるか、ちょっと。第一線は。まあ、どっちが番になるか楽しみだな。どう守ればいいんだ、これ。しかもさ、0時回ってから来るんだぜ、これ。クリスマスの0時回った時に、のこのこと、こうね、やってきて、なんか自分はなんかクリスマスぼっち組でした風をね、あ、もちろんぼっちだよ。あの、なんだろう。物理的にはぼっちだけど、インターネット回線越しに繋がってるから。両方弓ありなので気をつけてください。これ敵とかどこから来るの？確かにこれ敵のリスポイチはどこですか、シェイミン君。あの、守りのリスポイチと同じですね。あー。あ、これ中に入れるのか、これ。すげえな。大将は中で。はえー。すご。どっから入んの、これ。一番上とこから入れんのか、降りれんのか。あー、こっから降りんのか。こっから降りて下にジャボンすんのがすごいね。ルービックキューブやば。これで、あの、同じ要塞を前半後半で戦うわけね。で、俺味噌スープ引退かなと思ってるから、味噌スープの方がね、GM9 とかね、そのトラブルすべてに名前が出てくるんだよ。なんか、俺のところに入ってくるね、メスガキ情報局でもね、味噌くんはちょっと、みたいな感じのね、信憑性のない情報が結構入ってくるんだよ。味噌くんは、みたいな。くんさんやばい。なんだ？ツイキャス。は？本当にやばい奴がいたか、つぶがいっていう。クリスマスライブ。本物がいたか聞いてみよう。はい。なんでこんな人来んの？すご。みんなどんだけクリスマス暇なんですか？あ、お茶爆100ありがとう、ナイス。なんでこんな人来んの？
何これ、クンさんが何か言った？配信でメルダムで何か言ったでしょ。絶対こんな人来ないもん。クンさんが晒した、やめてください。これでぼっちじゃないですね。僕も本物がいたな。もう死んだやつがおったか。もう死んだやつやな。もうお前らあれが敵だ、敵。そしてお前らの目の前にも同じく敵がいる。あれが敵だ、お前ら敵だ、敵。打ち倒すべき敵。お前らが人生をかけて否定するべき敵だ、あれが。お前らの敵、敵、倒せ。いくぞ。メスガキ？メスガキ夜。ミソくんのそばに。ミソくん？メスガキおるよ。やば、つぶがりになってる。メスガキおるで。これやばい。え？いや、それ味噌スープが言われたセリフか、もしかして。え、味噌くんですか？え、は、はじめまして。あ、私4時から塾だから、うん、あ、ご飯だけじゃなくて、うん、コーヒーだけかな。スタバ行く？行きます。行け、引きずり寄せ。お前らどこ飛んでんだバカ野郎。だから人生の敗者になるんだ。行け、潰せ。これね、みんな中で待ってる。あんまり外待機してないね。あんまり外待機してない。おお、ちょっと上手薄すぎねえか。さすがにみんなここに全てをかけてるのか。てかこっから撃てるくね。あ、でも撃てないか。確かに入った方がいいな、これ。さっさと。あー、今回ここは中防衛か。まあ、でも中防衛の方が賢明な気がするけどな。誰が飛び込むんだ最初に。飛び込め。いけ。のちゃちゃ、なんで下にいるの？あ、むざむざと殺されてった。これ中普通に撃たれるんだけど弱くね？誰も強いなどと言っていない。これ結構やばいな。相当やばいな、これ。相当やばいぞ、これ。これ、めっちゃやばいで。あー、やばい！みそくん！こいつバンできるで。おら、キックされたぞ、なんか。管理者に退出されてる。え、白熊メロンさ、こいつ落ちてるよね。どうすんのこれ。めっちゃ振りじゃねこれ。な、俺チームメロンで行くか。チーム白熊メロン。白熊メロンどこ立たせればいい。だってここ立たせるよ、白熊メロン。あ、まあ、レディーしちゃっていいよ。よし、味噌スープバンさせるぞ。勝てば味噌スープバン、負ければ白熊メロンバン。まあどっちも美味しいが、とりあえず最優先危険人物としてミソスの番からだ。白熊メロンはまた今度でいい。またつぶ貝と甲状腺させて相殺させる。毒を持って毒を制する。ほんとなんかこれ上で守るべきじゃね。上で守るべきだな。1分51秒だったら上で守りきれるんじゃない。上で守りきれそうな気するけどな。だ、あんまりしていくとまずいぞ。撃て、ここで止めるぞ。やっば、危ね。これ大丈夫か、これ。もう回ってくるぞ、これ、いろんなところ。人で薄いところないか。マチャカリ、危険だ。いいね。ナイス。よし。殺した。
オッケーオッケー、な何人かやってる、何人かやってる、いけんじゃね。1分51秒まで耐えれるぞ。ここで待てば、ここ結構きつそうだな。これなんか上の方がやっぱ強えな。上で守った方が絶対これ。やばいやばいやばい、危ねえ、まずいぞまずい。とうとう今の、おいペンペンペンやってくれ、ペンペンやってくれ、まずいな。ちょっとこっちぐるっと回り込んで2分16秒か。なるほど、まずい、いやーまずいなこれ。うわーいけたね。でもこれはもはや誰がバンか明確。白クマ耐えろ白クマ、まだ行くな、まだ行くな白クマ、耐えろまだだ、徹底的に味合わせろ。いいぞ白クマ、おい白クマ、おいおいおい、社員縦になれ縦になれ縦になれ、撃たれてる撃たれてる、微妙に向かいのやつに撃たれるぞ。そいつ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 やばいそいつやばいそいつやばい、社員社員の盾になってやれ、社員盾になれ盾になれ、白熊のいいぞ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 、社員よく守った、今ミスしてるやつをよく守った。あ土偶もみんな陰キャが死んでいく、いつもできないクリスマスを送った陰キャが死んでいった。今現在ミスしてるやつのために、リアルでもネットでも言ったか。白熊メロンは3分で行くってこと？味噌スーパー1分50秒？どっちもダメだな。白熊3分しか持たんのか？ 3 分4分しか。味噌さ1分50秒。さすがのメスガキもこれには苦笑ってなると思う。早漏は戦場にいらない。ということで、ベイ。